どうも、お酒を二十歳の高間さんです。こんばんは。今日は2021年10月の18日でございます。これからちょっと出かけるのでアルカリ天然水飲んでおります。本当は濃いめのハイボールで乾杯したい心境でございますが、ということで行ってみましょう。第三国志です。はい、ついに来ました生育シーズン千匹の調整、突如来ました。おめでとうございます。いや、待ちに待った、ずーっと言ってたけど、ようやく来ました。千匹の調整でございます。ざっとしか見てないんですけど、いよいよね、世界サーバーにね、合併していく感じかな。はい、ちょっとね、これからしっかり見ていきたいと思います。ただね、いろいろもしかしたら問題点があるかもしれませんからね、油断せずに、ぬか喜びになってはいけませんけどもね、これから一緒に見ていきましょう。ということで、生育シーズン千匹の調整でございます。深夜になる就航の皆様、こんにちは、こんにちはでございます。11月に再び大型アップデートする予定でございます。ということで、今回は千匹に関するアップデート情報をご紹介させていただきましょうということですね。はい、今年5月から第三国志は各国地区のプレイヤーがプレイできるグローバルサーバーオープンされましたね。確かに異なる国と地区のプレイヤーはグローバルサーバーにて生成したり、自動目線とダルルルということでございます。はい、ここはもう読みません。はい、調整ですね。まずは、シーズン地区およびエントリールールですね。千匹のシーズンはアジアサーバー、日本サーバー、世界サーバーの3つの形に分けられます。主公様は木の画面で対応する標識が見えますと。その中で世界サーバーは日本、香港、台湾、マカオ、韓国、東南アジアの全てのプレイヤーがエントリーできますと。また日本サーバーは日本からライトのプレイヤーのみエントリーでき、アジアサーバーは香港、台湾、マカオ、韓国、東南アジア、東南アジアクライアントのプレイヤーがエントリーできません。ぜひご留意くださいということなので、世界、ね、世界は日本を含むアジア全部ですね。はい。ということで、アジアサーバーは、日本は入れないってことでいいのかな？でだよね。つまり、日本人のプレイヤーを日本サーバーか世界サーバーって形ですかね。はい。で、毎シーズンエントリー終了後の際、エントリーしたプレイヤーがランダムに各サーバーに配属されます。毎シーズンエントリー終了後の際にエントリーしたプレイヤーがランダムで各サーバーに配置されます。世界サーバーエントリーした日本プレイヤーは他の国地区のプレイヤーと共に同じサーバーに入ることができます。はい、ランダムって何だ。まあいい。はい、まあこんな感じでね、いろんな生育シーズンがあると。で、千匹同盟および軍勢設立のルール調整ということで、 S3 および制服シーズン終了後、千匹へ移動する際、千匹に同じ同盟が設立され、前のシーズンの同盟戦が依然としてこの同盟にいます。なるほど。今までは個人でね、ポカンポツンと個人プレイヤーどっかでね、週をスタートしてたんですけども、もう千匹移ったらそのまま同盟がそのまま残ってるということですね。はい、つまり、毎シーズン決算時前に同盟にいるプレイヤーは千匹に入ったら同じ同盟にいます。この自動的に引き継がれる同盟は、名手、副名手の順位は、前シーズンの決算時と一致されますと。なるほどね。千匹に移動された24時間内に元名手はログインしない場合は、自動的に名手を全上しますと。はい。千匹に移動され、7日間にログインしたプレイヤーは、自動的に軍勢を設立し、ランダムに所属地を選択し、所属種の位置は千匹の機能に影響しません。ログインしないプレイヤーは再び千匹に戻ったら自動で軍勢、ああなるほどね。はい、7日間にログインしたプレイヤーは自動的に軍勢を設立しってどういうことだろう。つまり7日目ってことかな。で、要は7日以内に入っとかないと同盟に入れないよっていう。7日間経過したらおそらくその個人として参加になるよってことなのかな。で、さらに7日間連続プレイヤープレイ、ログインしてなかったら、また千匹ね、州を選ぶとこからスタートするってことなんじゃないかな。はい、で、シーズンエントリーのルール調整というか、千匹にて、タイ語および、タイ語エントリーの機能はなくなるということですね。
対語エントリーは同盟エントリーに挑戦。同盟にいるプレイヤーは名手、副名手を通して、同盟の形でエントリーすると。なるほどね。まあ、まあ、対語と変わらないから、うん。同盟と共にエントリーした場合、新しいシーズンは同じサーバーで配属されます。ということですね。他の最適化、線引くの同盟は自動名が申請者の地区制限を設定し、できます。設定した後、自動名に対するクライアントプレイヤーのみ、加入できます。なるほど。まあ、みんないっぱい入ってきたら困るからね。でも、まあ、来たら承認みたいな形で、まあ、入れないようにできるんだろうけれども、はい。線引くにて、設定画面で所属するクライアントを確認できますと、線引くにてこの入り口をタップすると、線引くの機能変化情報はポップアップが展示されます。対語エントリーは同盟エントリー変え、エントリー上は機能画面で確認できます。まあ、これ前、ここって対語のとこだったから、まあ、それは同盟に変わるってことだけだと思うんですが、はい。以上は今回の線引く地図の主な、線引くの主な情報ですと。まもなく他の予告を公表しますと。またいろいろ大型アップデートなんでありますということでございます。はい。まあ、つまりこれを確認する限りは、まあ、同盟単位でまあエントリーする、まあ、対語とまああんまり変わらないけど、うん、よりまあ、まあ、同じね、今は同盟してきたプレイヤーと一緒にね、なんかいろいろめんどくさいことがなく、まあ、そのまま同盟がポンってきて、そのまたポンと、好きなところエントリーできますよということですね。はい。ですね、世界に打って出ることができるということでございますが、まあ、ちょっと懸念されるのは、日本サーバーのみは日本人だけということなので、まあ、アジアに流れるとさらに日本サーバーがかそるということで、日本にいてもいつまで経っても新しいシーズンが始まらないってことがちょっと怖いかなっていうのはありますよね。まあ、みんな世界、まあ日本がね、いいっていう人も結構いるんですよ、日本人は。日本人だけでやりたいって。やっぱ、昨日のライブ配信でもありましたけれども、まあいろいろね、暴言とか、その、いきなり差別されたり、いきなり責められたりとか、まあいろんなことがあって、嫌だなーっていう人が結構いたので、日本人と一緒にプレイしたいっていう方もまあいらっしゃるかなと思う中で、さらに日本サーバーが加速化するっていうのは怖いですよね。で、より、まあ、強い同盟とかね、は、ちょっとね、世界打って、それ腕試ししたい、マンネリ化してね、ちょっとね、刺激が欲しいという中で、ちょっと挑戦できるんじゃないかなと思います。で、船員上限、ここに380名って書いてあるんですよね。一応は。これは、本当かどうかわかんないですけど、380名まで増えるんだったら、ね、今まで溢れてた、まあ、200名を超える同盟とか、サブ同盟みたいな感じで作ってたとこは、まあ、一緒にできるのかなと思ったりするんですけど、この380名本当かどうか分かんないですね。実際問題、それは怪しいというところでございます。全同盟全員が名手に従って〇〇シーズンに入るということでございます。ですので多分名手はこれ決めるんですかね。名手は日本サーバーとかアジアサーバー、まあ、世界サーバーな形で、選ぶのかな。まあ、個人ではもちろんね、個人でやろうと思ったら、多分同盟を抜けて、自分で個人でエントリーする。同盟にいたら多分個人エントリーできないような感じに、さっき書かれてたような、同盟にいるため個人エントリーはできませんってなってるので、まあ、同盟にいる限りは同盟のエントリーになってしまうということでございますね。はい。まあ、細かいところいろいろまだ気になるところは多分ね、よく読んでたらあると思うんですが、まあこれが来たっていうのはまあ嬉しいですね。あと、グローバルサーバーが今ありますけど、グローバルサーバーもここに多分ね、S3 終わったら、ここに入ってきて、選べるということになるんでしょうね。はい。グローバルサーバー今シーズン2の途中だと思うんですけど、まあいいんじゃないですか。いい流れだと思いますよ、これは。はい、またね、こまめな仕様とか出てくるとは思うんですけど、まあ、全体にこうやって合併していくっていうのはね、僕は望んでたことだし、多くのプレイヤーもね、もうどうしようか、飽きてきたなって、同じメンツでさ、日本
チンプレイヤーとさ同じ同盟とまた同じシーズンになってつまんねえなっていうところ結構あったと思うんです、うん、それがまあということはねみんな待つのかな。僕も今回次のシーズンね個人でちょっと行こうかなみたいなことは思うんですけれども、うん、まあ同盟のお誘いがあったらそこでもいいかなと思うんですけど、この大型アップデート来るまではちょっと待っておいて大型アップデート後にね参ろうかなとは正直思います。まあ、11月のいつの段階、まあ、上旬中旬下旬ちょっと分かんないんですけども、はい、まあ、早い段階でアップデートしていただければいろんな同盟もその次のね方針、特に今から決算を迎えるうちとかもそうなんですけど、11月うちは多分上旬ぐらいちょうど迎えるので、大型アップデート待ってからの次のシーズンインということがね、なると思いますが、はい、まあ、そういったところで早い日程を公表していただければ、はい、今ねセミクにいる同盟とか決算に入る同盟とかですね、また次の予定を立てやすいのかなとは思います。まあ、結構ね多分、うん、ワールドサーバー世界サーバーの方に、強い同盟とか動くんじゃないかなとは思いますけど、はい、いやまあこれが来たっていうのは本当ねまた一歩グローバルサーバーオープンからねこの線引きの調整というのは大きな一歩だなと思いますし、まあ、こうしなければやっぱり加速っていくのを見るしかないってとこもあるし、それ加速ってしまったらねプレイヤーがどんどん減っていくっていう中で一つの大きな変化だと思うの、はい、まあ、これ以外にも大型でアップデートあるようでございますから期待しましょう。はい、ということで線引きの調整ね楽しみです。お酒を二十歳になってからまさやんでした。ありがとうございました。